こんにちは、なおです。今回はクレオスから新しく発売されたこちらのカラーをレビューしていきたいと思います。はい、今回発売されたのはミスターカラーウルトラメタリックウルトラシルバーですね。はい、こちらはミスターカラーウルトラメタリックウルトラゴールド、ウルトラがついてますね。ちょっと前に発売されたこちらの塗料、記憶にあると思うんですが、こっちはね、スーパーメタリック2、スーパーリッチゴールドと、スーパーファインシルバー2ね。まあ、この2つともね、比較できたらいいなと思ってます。はい。今回発売されたこのシルバーとゴールドなんですけれども、ギラギラ系っていうんですかね。なんかアルミフレークみたいのが入ってて、それに着色されてるみたいですね。他のメーカーからも同じような塗料発売されてますね。で、この塗料 10ml 入りで、お値段なんと660円。結構こうお高い塗料になってますね。一滴も逃したくない感じがしますよ。ちょっと蓋開けてみましょうか。開ける前にね、このスーパーかき混ぜ器でかき混ぜますか。よいしょー。はい、まあ新品なんでね、そんなに固まってるってことないと思いますけど、はい、開けてみましょう。オープン。さあ、どんな感じなんだ。どうでしょうか。おーっとっとっと、危ない危ない危ない、こぼれるこぼれる、もっとやな、もっとな、うっな感じですね。ちょっと見た感じではね、あまりわからないかもしれませんが、じゃあいつものスプーンに塗装してみましょうか。ちょっと準備しますね。はい、それでは早速やっていきたいと思います。まずは塗料の希釈から始めます。シルバーからいきましょうか。塗料はよく混ぜた方がいいですね。希釈はメタリックマスターで行います。よっしゃ、こんなもんか。2倍希釈ね。まあこれくらいあれば足りるかな。ちょっと拭いてみます。まずは黒スプーンに、一回塗りでこんな感じ。うん、ガンメタっぽい感じで、これだけでもいいかも。めっちゃいい。さあ、どんどん拭いていきます。乾燥なしで3層、4層くらいでこれくらいですね。綺麗。次に透明のスプーンにも拭いてみます。なんかね、結構透けるみたいなので楽しみですね。うん、2回拭いた感じなんですが、確かに透けてますね。もうちょっとウェットで拭いてみましょうか。まだちょっと透けてる感じ。これで3回くらいですね。キラキラしててめっちゃ綺麗。さっきのスプーンにもう少し上塗りしてみましょう。うん、これで完璧に発色してる感じですかね。ちょっと乾くのを待ちたいと思います。透明スプーンの方はまだまだ透けてますね。もうちょっと拭いてみましょう。はい、これでちょっと乾燥させたいと思います。はい、続いてウルトラゴールドの方を塗っていきたいと思います。うん、まだちょっと下地が透けてる感じしますね。はい、これでちょっと乾かしたいと思います。はい、塗装が終わったので早速見ていきたいと思います。まずはウルトラシルバーから。はい、どうでしょうか。こ
この輝きすごいですね。まあ、パッと見では普通のシルバーよりちょっとギラギラした感じがしますね。なかなかいいんじゃないでしょうか。そして同じウルトラシルバーを透明のスプーンに塗ってみたのがこちらですね。ちょっとわかりにくいですけど、若干透けてる感じがしますね。こっちの黒スプーンに直接塗装したものと比べると、やはりちょっとこっちの方がトーンがね、暗い感じがしますね。下地の影響を受けてるんだと思います。黒スプーンは結構重厚な感じがしていいですよね。そしてこちらがウルトラゴールドになります。黒スプーンと透明スプーンですね。まず黒スプーンから見てみますか。はい、こんな感じですね。こちらも結構ギラギラしてますね。まあ、色合い的にはどうなんですかね。赤金と青金の中間って感じですかね。ちょっとオレンジっぽい感じもしますけどね。赤金よりも黄色みが強い感じですかね。で、透明スプーンの方。やはりね、黒よりも色が薄い感じがしますね。こんな感じになりました。はい。それで、ちょっと前に出てたスーパーリッチゴールドと比較してみましょうか。はい。左側がスーパーリッチゴールドで、こちらが今回発売されたウルトラゴールド。スーパーリッチゴールドの方は、まあ赤金って感じですね。赤金よりも今回のウルトラゴールドの方が黄色っぽい感じがしますね。スーパーリッチゴールドの方は、こちらね、トップコートしてないんですが、かなりツヤがある感じに仕上がってますね。ウルトラゴールドの方はトップコートしてないと、やはりちょっと輝きがね、鈍い感じがしますね。まあこういう鈍い輝きの感じで仕上げたい場合はこのままでいいと思いますね。もうちょっと光沢が欲しいなっていう場合はやっぱりトップコートした方がいいと思いますね。こうやって見るとスーパーリッチゴールドもなかなかいいですね。で、スーパーリッチゴールド以外にもちょっと吹いてみたので比べてみましょうか。GX シリーズの GX ラフゴールドですね、これ。こちらがラフゴールドで、こちらがウルトラゴールドですね。輝きはラフゴールドの方が強い感じがしますね。あと光沢感もありますね。ラフゴールドはシルバーの上にクリアイエローを塗った感じなんですけど、こっちのウルトラゴールドの方はもう少し上品なゴールドって感じがしますね。で、さらに GX ブルーゴールドも塗装してみました。こちらが GX ブルーゴールドで、こちらがウルトラゴールド。色味はかなり近いですね。若干ウルトラゴールドの方が黄色寄りって感じがします。はい。これはどちらもあまりツヤがない感じがしますね。ウルトラゴールドの方が粒子が粗いというか輝きが強いですね。GX ブルーゴールドの方はしっとりした鈍い輝きって感じでしょうか。こんな感じになります。ちょっと全部並べてみましょうか。はい。こんな感じになります。はい、ウルトラシルバーの方もね、ちょっと比較してみたいと思います。こちらはスーパーメタリックシリーズのスーパーファインシルバー2ですね。それとの比較はこんな感じになります。スーパーリッチゴールドと一緒で、スーパーファインシルバー2の方はトップコートしてないんですが、かなりツヤが出てますね。ウルトラシルバーはスーパーファインシルバー2に比べると若干ツヤはない感じなんですが、ギラギラ感は出てますね。両方ともいいですね。はい。そして今回ね、こちらの塗料もちょっと塗装してみました。これはシルバーというよりはクロームシルバーって書いてあるので、ちょっと性質が違うかもしれませんが、塗装してみたらこんな感じになりました。なかなかね、これ塗装が難しくて何回か失敗したんですが、結構ギラギラしてますね。で、それとの比較はこんな感じになります。クロームシルバーなんでね、ギラギラというよりは、ぬっとり感っていうんですかね。なんて表現したらいいのかな。こんな感じになりますね。右からスーパーファインシルバー2、ウルトラシルバー、俺のクロームシルバーですね。こんな感じになります。やっぱりウルトラシルバー、ギラギラ感が出てていいですね。クロームとかね、ミラーとかとはまた違ったこのギラついたシルバーも、なかなかいい感じしますね。右がウルトラシルバーで、左がウルトラゴールドになります。はい。新色、なかなかいいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。